はい、こんにちは、須田です。東京チカラ飯っていうね、牛丼チェーン店、覚えてます？東京チカラ飯っていう、いきなりくっそ雨降ってきたんだけど、何これ、くっそ雨降ってきた、ふざけんなよ。東京チカラ飯っていう、牛丼チェーン店、聞いたことある人多いと思うんですけど、今あの店がどうなってるか知ってる？今ね、なんとね、かつて日本全国にね200店舗以上あった東京チカラ飯くんがね、なんと日本でねたった1店舗まで減っちゃったんですよ。経営難なのかな、売れなかったのか分かんないですけど、ということでやめて、どんだけ降ってんだよ、ふざけんなよ。東京チカラ飯くん、なんとですね、実はね今大阪に1店舗しか日本でないんだけど、ここね、ここっつってもわけわかんないだろうけど、ここちょっとね人目がいつかないところに来たんだ。ここね、なんとね、これ首都高ね、首都高で、あっちが皇居ですよ、皇居で、この建物、こちらですね、千代田区のね、第2合同庁舎、法務局とかが入ってる千代田区の、お役所ですね、の地下1階のね食堂、役所の職員の方とかが使う食堂に、なんとね、なんかなんていうの、特別店舗みたいな感じで東京チカラ飯さんが、今出店してるんですね、先月くらいからかな。ということで、東京で唯一チカラ飯が食べれる、ね、この千代田区合同庁舎、ね、なおかつね日本でね、今2店舗だけですから、大阪とこちら東京都、ぼやけんなよ、なんだこれ。ね、私牛丼結構マニアなん で、昔よくねチカラ飯行ってたんですよ、行ってたんでね、久々にもう10年ぶりぐらいに食べれるということで、チカラ飯、ね、今現在のねチカラ飯どうなってるかというのをねちょっとレポートしていきたいと思います。じゃあ早速行きましょう。なんですけどありますね、チカラ飯のね、看板がね。でこれ中入って地下かな、 どこ行くんだろう、怖いよ。 こっちかな、この地下に行くんですかね、行くぞ行くぞ、うん、でどんな感じ、ありましたね、これか、こんなとこにあるの、チカラ飯食堂、ね、カレーライス、なんかあれだね、牛丼以外にも、いろんな定食とかあるんだろう、ホイコーロー、鶏もも肉と彩り野菜で、これがね、定番の、これ本物か、これ本物これ、じゃあこれね、九段下に帰ってきた焼き牛丼7,680円、いくか、なんて現金だけかよ、舐めてんな、ちょっと待って、これ俺5000円札しか持ってないぞ、大丈夫か、もう行けんのか、行けよ、ほら払えなかったらもうぶち切れます、いかげんしろ、なんでバカ、何でんの、ふざけんな、こっち診察対応だって、あ、行けるわ、あ、こっち行けたわ、ビビらせんじゃねえよ。で、じゃあスタンダードのね、この一番定番のこれ見ます、よし、もうこれ押さなきゃ帰ってこないやつかよ、危なっ、はい、いらっしゃいませ、お願いします、はい、はい、お待ちくださいませ、
ましたね。このね、この匂い分かる？これあのこのね、なんか独特のね、鼻につく匂い、いいよこれ。はいね、これ全然ちょっとおりません。そう、めちゃくちゃ角っこのね、陰キャラ御用達のね、最高の席にたどり着いたんで、ここでね、後付け実況だるいからここで声出しながら言いますよ。いただきます。朝からね、何も食ってないから、何も食ってないから、ラムネのグミ一つね、ぶち込んでね、ラムネのグミだけだから。行くよ行くよ行くよ、食ったことあるこれ、うまいんですよ。行きますよ。680円、力飯、10年ぶり。まああれですね、ガチで忖度なしで言うけど、コンビニとかで売ってるなんかさ、なんか生姜焼き弁当じゃないけど、まあ、生姜焼きではないんだけど、なんつうの、肉カルビ焼肉弁当みたいなのあるじゃん、コンビニとかで、売ってる。それやね、嫌いじゃないよ、でも、これディスってるわけじゃないけど、変わらないな、お前、10年前と、僕昔、まあ、ちょいちょい行ってたんですよ、友達とかとね、旗の台とかのね、力飯とか、まあ、川崎にもあったし、ちょいちょい行ってたんだけど、何も変わってねえな、お前。意外と量少ないな、これ、だらしねえな。こんなん、終わっちゃうよ、これ。8分間稼げねえよ、こんなん。どうすんだよ。ちなみに、確か俺の記憶が正しければ、力飯で出てくる水って、なんかレモン水みたいな、なんかちょっとこじゃれたね、レモンの汁が入ったね、なんならレモンのなんか、かけらが入ったね、ドリンクだったんだけど、まあこれセルフの水ですわ。ただの水やね。でもね、うまいね、やっぱ。なんかなんつうの、これさ、松屋とかすき家の牛丼、まあ、ちょいちょい食うんだけど、卵ないと食べれないんだよ。生卵入れなきゃ牛丼って食べれないのね、これ。けどこれやっぱなんかちょっと味がだいぶ濃くついてるから、なんか焼肉弁当みたいな感じでね、卵なしでもね全然いける、とかうまい。けどまあ680円ですか。まあ松屋すき家と比べると牛丼並盛りの料金としてはまあちょっとお高めだけど、まあうまいわ。うまいけど、量少ねえ。もうちょっと米の量はもうちょっと増やしてくれてもいいんだけどな。肉はいいからこれで。でもね、うまいわ、やっぱ。
しかしさ、みんな思わなかった。なんでさ、なんでここに出したの店なんでわざわざこのなんか千代田区の区役所、これ隣区役所なんだけど、区役所の隣の、まあ、庁舎だよね、庁舎の食堂っていうなんかめちゃくちゃなんかなんつうのマニアックというかさ、普通はなんかね出さないような場所になんで出したまあいろいろあったんだろうけど普通になんつうのね、駅前のさオフィスのさ1階とかでさ、まあ、牛丼屋ってあるじゃん基本的に。なんでここに出したまあいいんですけど、うん、ちょっと今日僕たまたまね近くに用事あって、近くのまあ、うん、近くにまあ用事あったんで、ここ千代田区に来たんだけど、うん、用事がない人以外絶対来ないじゃん、とかここで働いてる人とか、ね、近くで働いてる人以外でしかも案の定さ、まあボロボロ好きなわけですよ俺見たことねえよ、こんな空いてる食堂まあありがたいんだけど、俺はいいんだけど、うん、いやー面白いね、なんでここに出したんでしょう、いろいろまあ予算の都合とかあったんだろうけどでもね全然味勝負できるよ、うん、勝負できる、全然またね昔みたいに店舗数増やしてって戦えるレベルの味はあると思うんですよ、うん、まあ、僕詳しくないから力のみし、なんであんな潰れたのか知らないけど、美味しいわ、うん、あ肉余っちゃった、あ肉余っちゃったよ、ああ肉うまいね、肉なんかね昔よく力飯ってなんかね米がねあんま美味しくないって言われてたんだよ、うん、肉はいいんだけど米がなんか変みたいな、うん、だから別にここの米は別に普通だね、うん、まあこんだけソースかかってればわかんないけどね、もう、うん、ほう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 、さあラストスパート、美味しかった、うん、悪くなかった、もう僕ドケチなんで、もうちょい値段下げてくれて、まあ、川崎駅とか普通にね、各地の駅前とかに出してくれれば普通に俺通うけどね、うん、なんでここなんだっていうもう俺人生で二度と来ないぞここ千代田区のさ、千代田区役所だよ簡単に言うと、千代田区役所とか来るわけないじゃん、千代田区民しか来ないし、千代田区民なんて本当もう本当のなんつうの上級国民ですか、なんつうの千代田区自体にそもそも住宅ってないんですよ、ほとんど人が住むマンションとかあんまないんだよ基本的に、だからいやじゃあ片付けていきます。ちな
みにね、この俺の座った席の目の前はね、あの中で裏庭みたいな草原っぱみたいなね、綺麗なね、反射してほぼ見えませんが綺麗なね庭がね、草を見ながらね肉を食らうことができます。うん、最高。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ね、食堂にはね洗面台とかね、いろいろあるからね、いいね。はい、ということでね、東京チカラ飯、ね、千代田区九段合同庁舎、ね、地下1階食堂、ね、お楽しみいただけましたでしょうか。ちなみに営業時間はね、何時までだっけな、朝の10時か9時くらいから昼の2時までです。でもうあの今2時ちょうどなんで、もうちょうど閉店の時間だったね。で多分 あんな空いてたのは多分だけど、閉店ギリギリに行ったからなんですよね。多分1時半くらいに多分着いたから、だから 本来の12時くらいだったら多分もっちょい人いんのかな、わかんないですけど、全く知らないけど。で多分平日しかやってない、おそらく平日だけです。ねえ、このね、二度と来ることないでしょうね。誰でも入れます。おそらく誰でも入れます。で、ね、みんなね、やっぱ千代田区だしね、基本的になんつうのね、サラリーマンしかいないから、サラリーマンとか職員の方しかいないんで、すごくね、治安がいいです。こんな僕みたいなね、ならず者もね、法力受け入れてくれるね、最高の場所なんでね、最高、本当ドキュンとかいないから、ね、ということで、ね。九段下駅かな、どこが近いんだろう、竹芝何線だっけ分かんないけど、東京メトロのメトロかな、地下鉄の九段下かどっかから歩いてね、ほんと5分くらいで着きます。わけ分かんない場所ですけど、もし気になる方ね、力飯マニアの方ね、行ってみてください。はい。